はい、皆さんこんにちは。栄養家の小泉です。本日はレッスン4、Vending Machines のパート3の本文を解説していきます。もう夏休み目前ですね。しっかりね、この動画を見ながら本文内容を理解してくださいね。それでは頑張っていきましょう。はい、それではレッスン4のパート3見ていきましょう。まず、ファーストパラグラフです。You can find different vending machines in different countries. Different は2つ使ってますね。Different は違ったとか、様々とかね。はい。様々な countries ですかね。国ですね。さまざまな国ではさまざまなベンディングマシーンズ、自動販売機を You can find ですからね、見つけることができますとかね。この場合の You はね、特に特定のあなたでなくて一般的な人を指してますね。はい。One example is a machine that a Chinese e-commerce company developed in 2017. はい。一つの example ですかね。例ですね。一つの例は a machine。こういう機械ですよって言ってますね。はい。で、関係代名詞だとありますね。括弧していきましょう。ざっとから最後までです。A Chinese e-commerce company。ここまでの仕事だね。中国の e-commerce。電子。小取引だね。まあ、e コマースでも、そのままでもいいですかね。の、カンパニー、会社が、developed、開発したんですね。はい。2017年ね。はい。It sells live crabs at a low price in Shanghai.この it ですが、この it はね、すぐ前の、あ、マシーンですよね。その機械ですね。は、sells live crafts。sell ですからね、もちろん売っているんですね。はい、ここで発音注意しましょうね。これは live ではなくて、ここは live です。はい。live crafts ってことは、生きているクラブスのカニだね。はい。ね、その自動販売機ですね。は生きているカニを売っています。At the low price。はい。低価格ですね。低価格で。In Shanghai。はい。これは上海ですね。上海でってことだね。その機械は上海で低価格で生きているカニを売っています。It can keep the crabs in deep sleep at a temperature of 3 to 6 degrees Celsius.、はい、この一本もやはり先ほどと同じですね。A machine、機械ですね。その機械は can keep the crabs、はい、keep、目的語、プラス C ですね。はい。S, V, O, C の形です。これは、そのカニを、in a deep sleep。deep sleep は深い眠り、つまり熟睡してとかね。
熟睡した状態にキープ、保つことができるんですね。そして、at your temperature。temperature は温度ですよね。温度でってことだね。はい、でどんな温度かというと、3 to 6。3から6ですね。で、degrees Celsius ってことは、度 C ですね。摂氏3度から6度の温度でってことだね。3度から6度の温度で、そのカニを熟睡した状態に保つことができるんです。Therefore, it provides fresh crabs for consumers. Therefore, っていうのはそれゆえとかね。It provides。この言っても先ほどと同じですね。全部ね。must in のことです。その機械は provides。provide は提供するね。フレッシュクラブスですから、新鮮な蟹ですね。新鮮な蟹を提供できます。for consumers。consumers は消費者ですね。消費者にとかね。それゆえ、その機械は新鮮なカニを消費者に提供するんです。ということですね。はい、ではセカンドプラグラムですね。Another example is seen in Istanbul, Turkey. Another example. 先ほど、one example って言ってましたね。それに対して、今度は another です。もう一つのところですね。もう一つの example 例は seen in Istanbul, Turkey。はい、Turkey ってのはトルコですね。トルコのイスタンブールという都市があります。イスタンブールで is seen ですからね。見られますとですね。はい。When you put an empty bottle into a solar-powered vending machine, it provides food and water for homeless cats and dogs. はい、まず when がありますけども、ここまでですね。はい、こちらしてみましょう。When you put an empty bottle, put 何々 into どこどこですね。はい。empty ボトルですから、空の、この場合は、ボトルって言いますか、ペットボトルのことだね。空のペットボトルを、into a solar powered embedding machine。太陽光発電の自動販売機ですね。の中に、で、プットはここは入れるだね。入れるとき、It provides food and water for homeless cats and dogs. この it はね、これは、これですね。A solar powered vending machine だよね。はい、太陽光発電の自動販売機は、provides。先ほど言いましたね。提供するです。何をかというと、food and water。食べ物と水ですね。で、for homeless cats and dogs。はい。これは、ホームレスですからね。家のない、猫や
犬ですね。ってことはこれは、ホームレスキャッツってのは、いわゆるこれはですね、野良猫のことですね。野良猫、野良犬ですね。に、まあ、食べ物ですけど、まあ、この場合は動物あげるので餌ですかね。はい。要は空のペットボトルを自販機に入れると、野良猫や野良犬に餌や水が出てくるんですね。The number of such animals in the city was estimated to be over 250,000 in 2019. はい、これは The number of such animals in the city。ここまでだね。ここで探してみましょう。はい、The number of は、はい、何度も出てますね。何とかの数ですよ。such、そんな animals、動物ですね。in the city だからね、その年のですね。その年のそのような動物の数は was estimated。 estimate はね、見積もるという意味なのでね、 was estimated で見積もられたとかね、はい、estimate の後ろはね、数字が来ることが多いですね。 to be over 250,000ですので、100,000,100,000,100,000,25,000ですね。で、オーバーですから、それを超えるんですね。25万匹を超えていると見積もられました。in 2019ですからね、2019年です。はい。ちなみにこの、読み方ですが、はい、このカンマを注意してくださいね。このカンマはサウザンドのカンマです。はい、ですから、これは 250×1000 と読みをしましょう。つまり、250だから50ね。でその後、1000ですからサウザンドです。250,000となりますね。丸9の文です。The machine draws public attention to the need to help stray animals. The machine、 その機械は draw attention to となりますね。はい、attention、 注意です。でドローは引くってことだね。だから注意を引くって意味です。注意を引くというね、よく使うね、熟語的な言い方なので覚えていきましょう。はい。で、パブリックですからね。パブリックは公共のって意味ですかね。この場合は、なんでしょうね、周りの人の、世間のってことかな。世間の人々の注意を引くということですね。その後ろですが、The need to help stray animals。Stray animals とはね、これは、いわゆる、家のない意味ですね。まあ、ほぼこれですね。ホームレスと同じだと思ってください。はい。家のない。つまり、まあ、飼い主の、いない動物ってことだな。を助ける。ニードはね、必要性ですね。その必要性に対する世間の人々の注意を引きますってことだね。はい、で、also, it encourages more people to recycle plastic bottles.はい、also ですからね。またですね。また。この意図もやはり同じですね。
この人も先ほどのマスインですよね。ね、同じですね。今度はマスインです。で、encourage 誰誰 to do ですね。はい、これは encourage プラス目的語プラス to do です。O が何々することを促すことだね。はい。もともと、カレッジってのはね、勇気ですからね。インカレッジは勇気づける、励ますって意味ですよね。ですから、そうなるように促してあげるということになりますね。さあ、そうしますと、more people。この more は、many の比較級です。ですから、より多くのところです。より多くの人々。より多くの人々が、プラスチックボトル、いわゆるペットボトルですね。ペットボトルを、リサイクルすることを、促しているところだね。はい。こうやってペットボトルをこうリサイクルすると、その結果、ね、野良猫のライヌに食べ物や水が与えられるわけですよね。ですので、動物たちも助かるけども、リサイクルも進むんですよね。はい。というふうな自販機があるそうです。はい。では、サードパラグラフですね。Have you ever come across something interesting?About vending machines in other countries? はい。これはですね、カマクロス使いますね。はい。カマクロスは、偶然見つけるって意味だね。はい。で、have you ever ですからね、かつて以前に、なんとかしたことがありますかってことだからね。いわゆるこれは、見つけたことがありますかってことだね。何を ?something interesting. 何か面白いものですね。about vending machines in other countries. 他の国の自動販売機で、まあ、アバウトは何とかについてってことだよね。まあ、他の国の自動販売機で何か面白いもの見つけたことありますかってことですね。はい。本文内容は以上のようになります。はい。お疲れ様でした。近いうちに、ワークブックの英文の確認、内容の確認、エクササイズイズ、まとめの問題のね、動画の回答していきますからね、しっかり自分でね、解いて待っててくださいね。それでは、また近いうちお会いしましょう。See you!